始まりました。アルデントアス VS モハメドライト。お互いにローリングウッドを見せ合って試合開始。ディガーは初っ端から内側、ライト選手初戦ロイヤルジャイアントデッキ。アルデントアス選手はテスラが入っています。早めのテスラ展開で2周目テスラを早める。今回ライト選手はスケルトンプラスのエレクトロスピードの採用で、かなりの高回転なロイジャイに仕上がっています。もうまたロイジャイウッドプラス LSP、 あーでも LSP はウッドで処理されて、なんとか2発リードをつかんだモハメドライト選手。待ち、先にエリクサーたまるのは上側ライト、ウィザード。アルデントアス選手はテスラのサイクル早めて限界突破を回します。上側落ち着いてトリトンで防衛。逆サイド、ライトニングは着衣処理。テスラパルスでターゲットチェンジ。両サイドダメージを通したモハメドライト選手。今カーチャー君シャドークロック LSP、 あーターゲッチ、あのウィズは処理ができました。アルデンこの防衛、限界突破、バルキリ追加、バルキリトルネがタワーを少し削ります。あこれ引っ張ってキング起動成功。ラディングテスラ突破、この攻めでダメージを狙いにくライト一発1300、首を横に振るアルデントアス。あのタゲここはアーチャークに向いています。うまくファイスピのハイダメージがサワーに入った。ただここエリクサが少ないタイミング、なんとか回した限界突破のテスラ。後からうわおローリングと先に打っています。ロイジャイこれはなんとか止まるがダメージ900。この線の差詰めれるカールデン。まだ行く、うわーなんだそれ、アチャクイのタゲ奪うロイジャーでビズね少し延命しました。ライトニング削り、時間内にライトニングもう2回回す気か。前からのアタック、残ったバルキリーがターンのタゲ奪いながらのディガーアタック、防衛のライトニングダメージを抑えます。ラスト30秒こう回転回していくディガーの削り、 LSP で拾ってスケで吸収。ディガーダメージはなかなか通らない。ライトニング削り、時間もある。スケ LSP の高回転のライト、飛来信用するカードが必要だ。ラスト目も忘れちゃいけない。ディガープラスボーイズエリクサスないぞ。ここでモハメドライト貯めたロッコスト、ライトニングでフィニッシュ。アルデントアスバスライト2試合目、ライト選手のダイナマイトゴブリン、ドリルに対しては
縦の選手での防衛です。ライトが使う限界突破枠ゴブジャイアント、吹山で追加、ヤノンピックのおかげでここは耐えます。モンクドリルバーサスゴブジャイ、内側のゴブリンドリル、狙っていくロケット方式の削りですが矢の雨、ライト選手側も矢の雨持ち、アルデン待ってからのローリングババリアン、ここダイナマイトゴブリンの範囲ダメージが入ります。モンクのゴブジャイ、これモンクプラスのゴブジャイの形の時ボムターの攻撃カルマリフレクションで跳ね返されてっていうプランですね。カルマリフレクションゴブジャイにターゲット取っていいのでカルマリフレクションの反射はできません。吹き矢処理、入ったのはカルマリフレクションの反射削りぐらいか、縦線に対して矢の目縦を剥がしてゴブリンが縦線スケルトンを処理です。ダイナマイトゴブリン残る、カルマリフレッション耐え、これ止まるか、逆サイド限界突破のロケット押しに対しては早い矢の目うまく止めた。残るダイナマイトゴブリンですが、カウンターはできないゴブリン、エリクサードバンテージ3コスト、ライト選手が握ります。このエリクサアドバンテージから来る強烈なライト選手の攻め、左サイド防衛のコストを使ってくれと願うゴブリンドリル、ただ進化のアイスピンタワーに入る、下側ゴブジャイ限界突破、ここは突破文句も残った、タワーの投げは文句は取ったまま、そして追加のゴブジャイアント、限界突破のゴブジャイもタワーにヒット、ダブルのゴブジャイが突き刺さる。モハメド・ライトがストレート。